月曜は、2017年5月6日公開の古畑、安尾監督、岡田純一主演による日本のヒューマンサスペンス映画。古畑最後の監督作品である。漁港で、殺人事件が起き、刑事の四方敦し、容疑者の田所慶太、被害者の川端悟が25年ぶりに再会する。1992年、冬の能登半島。 親に捨てられた13歳の少年、四方厚氏は、同じような境遇の田所慶太、川端悟と出会い、軽食喫茶、雪割草を営む西名良子とその常連客である山形光雄を死い、家族のような生活を送っていた。しかし、良子のかつての男、木船が現れた日から、幸せな日々は崩壊し始める。 厚氏は、両子のささやかな幸せを守るためにある決意をする。そしてその事件をきっかけに三人は別れ別れになる。それから25年、厚氏は、富山県警、捜査一家の敏腕刑事として活躍する一方で、幼い頃に捨てられた母親から金を無心されたり、妻とは、流産を機に心がすれ違ったりの生活を送っている。ある日、 ラーメン屋で偶然再会したサトルに声をかけられ、25年ぶりの再会を果たした二人は遅くまで酒を酌み交わす。東京でガラス店を営むサトルは資金繰りに困り、金策のためにケータに会いに来たという。しかし、翌日、漁港に止められたレンタカーの傍らで血だらけの視察隊として発見されるサトル。淳はサトルとの関係を 周囲の人間に言い出せないまま捜査に加わり、輪島で働くケータに単独行動で会いに行く。アツシは事件を通して、過去の秘密に向き合うことになる。監督の古畑とキャメラマンの木村大作は、高倉健主演映画、エキステーションや、鉄道員など数々の映画を制作したコンビであり、本作が16作目のタッグとなる。2015年2月、 古畑監督のもとに、この脚本が持ち込まれた。同年8月、脚本が完成した時点で、東方に映画化の話が持ち込まれ、古畑監督作品を待ち望んでいた、東方側は快諾。その時点で、撮影の木村大作の参加も決定している。これにより、2007年の、頼むシーン以来の古畑木村コンビの復活が決定した。なお、主演は、 岡田純一と決めていた。かねてから古畑木村コンビと仕事をしてみたかったという岡田はオファーを開学し、友人役に小栗旬とエモという妻役に長沢まさみ、小栗の妻役に木村あ乃、の、さらにはヒロイン役として安藤桜、ヒロインの夫役として吉岡秀隆など豪華な俳優陣が次々と決定していった。原案は、 青島岳と滝本智之によるオリジナルストーリーで脚本の空白部分を構築していき、セリフや人間関係などが変更された。ヒロインが亡くなってしまうことに違和感を覚えた古畑が脚本を手直しさせた。他撮影中にも脚本は変更された。例えば古畑は木村を通してロケ中に岡田や小栗旬らに演じる徳と慶太のセリフを考えるよう伝言した。 また作品中には重要なポイントで3度、岡田と小栗が話し合う場面が登場するが、古畑はその部分のセリフを二人が言いやすいように変えてほしいと言い、二人は撮影中にセリフ作りに取り組んだ。岡田演じる直上型の司法と、その彼の言葉を冷静に受け止める、どこか大人びた小栗演じる慶太という、二人のキャラクターが出た場面となるよう考えられている。 古畑自身も事件解決後に司法が殺された悟ルの娘に語りかけるシーンのセリフを考えている。子供時代の呼び名を大人になって呼び合わせたいという思いはラスト間近の司法と慶太の会話に向けて3人の人間性を描かれていく流れとなっている。またラストシーンのために脚本を直した。2016年3月17日、富山県富山市でクランクイン。 木村は脚本段階から海に沈む夕日をテーマに日本海に面する北陸をロケ地に選び能登半島に沈む夕日を黒部市荒間高岸から富山湾越しに撮影したという古畑はこの作品のテーマの一つとして過去のユートピアという言葉を使っているが夕日は四方の子供の頃のユートピアの象徴であるため 木村が夕日にこだわったのもそれが理由の一つである。撮影は3週間で行われ、フィルム撮影にこだわった。1シーンで複数のカメラを同時に回し、本番一発勝負だという。撮影初日は司法立ち刑事が自分の子供を虐待死させた父親を捕まえるシーンの撮影となったが、木村はこの日、一日中手持ちカメラで撮影を行った。そこには、 木村の司法の刑事の仕事と生活を描くと山での撮影部分はドキュメンタリーにケータやヒロインである良子が登場するのと半島の部分は自然を背景にして市場を感じさせる映像にしようというこだわりがあった。手持ちカメラによる映像は司法が現場に駆けつけてくる登場シーンから捕まえた父親に彼が怒りに任せて掴かみかかるアクションまで使われており 常に動き回るカメラワークには生々しい臨場感がある。もう一つの木村の映像の特徴として望遠レンズでの撮影がある。司法の上司である北見が司法夫婦の中を心配して声をかける場面や司法とその妻である美奈子との会話の場面などである。望遠レンズでの撮影は映像に奥行きを与え効果的な演出となっている。撮影の最初の頃に岡田が カメラに興味があるとスタッフに話していたことを耳にした木村は岡田にカメラを回させる機会を作り東京都内で岡田により撮影された映像は作品の中で実際に使われている。また俳優は皆ほぼノーメイクで撮影に臨んだ。理由として古畑はメイクをすると顔の色が一定になり色気が出ないこと自分の肌の色で演じれば表情が豊かになることを挙げている。 2017年興行収入10億円以上、番組日本映画制作者連盟、岡田淳一、県産の背中を追いかけたんイコール主演映画、強くの完成披露会見で、時事通信者、2017年4月4日閲覧。古畑康夫さんが、死去映画監督、鉄道院、アウン、日本経済新聞、2019年5月26日閲覧。 古畑康夫監督死去、岡田純一主演、追憶、つまみ量もに、パーキンソン病発症。デイリースポーツ。2019年5月26日閲覧。ABCDE 鈴木隆追憶上官ユサブル。ドラマ来月6日、全国公開。毎日新聞長官2017年4月30日等12波21面。 https コロンスラッシュ <tirar S 1> スラッシュマイニチヒイドッ jp スラッシュアーティクルズスラッシュに0170430スラッシュ ddm スラッシュ010スラッシュ2001150042017年5月1日閲覧映画追憶出演者ら完成披露会見北日本新聞2017年4月14日17面 A.B. ナンバー 富山、能登半島ロケ観光、映画、強く5月6日、全国公開。富山ジャストナウ。富山県知事制作局広報課。2017年5月1日閲覧。AB、流れる、ンのポエジー古畑、木村コンビで、強く。朝日新聞有観3パに4面。 h t t p w w w a s a h i c o m スラッシュアーティクルズスラッシュ ta3s12914930 html2017 年5月1日閲覧。ab 岡田純一に託した、県産の魂、高倉組の大きな期待に、光栄に思います。スポーツ放置。2016年4月30日時点のオリジナルより、 アーカイブ。2016年3月18日閲覧。AB、岡田純一主演映画、追憶に、古畑木村コンビが極めた史上。時ッ com ニュース。時事通信社。2017年5月1日閲覧。ABC、プロダクションノーツ。映画、追憶公式サイト。2017年5月1日閲覧。岡田純一主演映画。 追憶に、古畑木村コンビが極めた史上。時事 .com ニュース。時事通信社。2017年5月1日閲覧。岡田純一主演映画。追憶に、古畑木村コンビが極めた史上。時事 .com ニュース。時事通信社。2017年5月1日閲覧。映画、追憶古畑監督と木村カメラマンは、生徒同の関係。 ニュースポストセブン。2017年5月1日閲覧。ありがとうございます。